く。浦波くんの送別会のあるという日の朝、学校へ出たら、山嵐が突然、君せんだってはいかぎが来て、君が乱暴して困るから、どうか出るように話してくれと頼んだから、真面目に受けて、君に出てやると話したのだが、後から聞いてみると、あいつは悪い奴で、よく義筆へ偽楽観などをして売りつけるそうだから、まったく君のこともでたらめに違いない。 君に、かけ物や骨董を売りつけて、商売にしようと思ってたところが、君が取り合わないで、儲けやないものだから、あんな作り事をこしらえて、ごまかしたのだ。僕は、あの人物を知らなかったので、君に大変失敬した。勘弁したまえと、長々しい謝罪をした。俺は、何とも言わずに、山嵐の机の上にあった、一千五輪を取って、俺の釜口の中へ入れた。山嵐は、 君それを引き込めるのかと不審そうに聞くから、うん俺は君に怒られるのが嫌だったから、ぜひ返すつもりでいたが、その後だんだん考えてみると、やっぱり怒ってもらう方がいいようだから引き込ますんだと説明した。山嵐は大きな声をして、あはははと笑いながら、そんならなぜ早く取らなかったのだと聞いた。実は取ろう取ろうと思ってたが、 なんだか、妙だから、そのままにしておいた。近来は、学校へ来て、一戦五輪を見るのが苦になるくらい嫌だったと言ったら、君はよっぽど、負け惜しみの強い男だと言うから、君はよっぽど、強情パリだと答えてやった。それから、二人の間に、こんな問答が起こった。君は一体、どこのんだ。俺は、江戸っ子だ。うん、江戸っ子か。道理で、負け惜しみは強いと思った。 君はどこだ僕は合図だ。合図っぽか強情なわけだ。今日の送別会へ行くのかい行くとも、君は。俺は無論行くんだ。小川さんが立つときは浜まで見送りに行こうと思ってるくらいだ。送別会は面白いぜ。出てみたまえ。今日は大いに飲むつもりだ。勝手に飲むがいい。俺は魚を食ったらすぐ帰る。酒なんか飲む奴は馬鹿だ。君はすぐ喧嘩を吹きかける男だ。 なるほど、江戸っ子の軽長な風をよく表している。何でもいい、送別会へ行く前に、ちょっと俺の家へお寄り、話があるから。山嵐は約束通り俺の下宿へ寄った。俺はこの間から、裏慣れ君の顔を見るたびに気の毒でたまらなかったが、いよいよ送別の今日となったら、なんだか哀れっぽくって、できることなら、 俺が代わりに行ってやりたいような気がしだした。それで、送別会の席上で、大いに演説でもして、その功を盛んにしてやりたいと思うのだが、俺のベラン目調子じゃ、到底ものにならないから、大きな声を出す山嵐を雇って、一番赤シャツの荒木目をひしでやろうと考えついたから、わざわざ山嵐を呼んだのである。俺はまず冒頭として、マドンナ事件から解き出したが、 山嵐やしはむろんマドンナ事件は俺より,り詳しく知っている。俺が野リガ川の土手の話をして、あれはバカ野郎だと言ったら、山嵐は、君は誰を貫いてもバカ呼ばわりをする。今日学校で自分のことをバカと言ったじゃないか。自分がバカなら赤シャツはバカじゃない。自分は赤シャツの同類じゃないと主張した。それじゃあ赤シャツはぬけの宝ケだと言ったら、そうかもしれないと、 山嵐は大いに賛成した。山嵐は強いことは強いが、こんな言葉になると、俺よりはるかに字を知っていない。合図っぽなんてものはみんなこんなものなんだろう。それから、増給事件と将来重く登用すると赤シャツが言った話をしたら、山嵐はふふんと鼻から声を出して、それじゃ僕を免職する考えだなと言った。免職するつもりだって、君は免職になる気かと聞いたら、 誰がなるものか、自分が免職になるなら、赤シャツも一緒に免職させてやると大いに威張った。どうして一緒に免職させる気かと押し返して尋ねたら、そこはまだ考えていないと答えた。山嵐は強そうだが、知恵はあまりなさそうだ。俺が増給を断ったと話したら、大将、大きに喜んで、さすがに江戸っ子だ、偉いと褒めてくれた。占りが、そんなに嫌がっているなら、 なぜ留任の運動をしてやらなかったと聞いてみたら、裏なりから話を聞いたときは、すでに決まってしまって、校長へ二度、赤シャツへ一度行って談判してみたが、どうすることもできなかったと話した。それについても、小川があまり好人物すぎるから困る。赤シャツから話があったとき、断然断るか、一応考えてみますと逃げればいいのに、あの弁舌にごまかされて即席に許諾したものだから、 あとから、おっさんが泣きついても、自分が断搬ンンに行っても、役に立たなかったと非常に残念がった。今度の事件は、全く赤シャツが、占いを遠ざけて、マドンナを手に入れる策略なんだろうと、俺が言ったら、無論そうに違いない。あいつは、おとなしい顔をして、悪事を働いて、人が何か言うと、ちゃんと逃げ道をこしらえて待ってるんだから、よっぽど干物だ。あんな奴にかかっては、 鉄拳制裁でなくっちゃ効かないと、小ぶだらけの腕をまくってみせた。俺はついでだから、君の腕は強そうだな、充実でもやるかと聞いてみた。すると大将、二の腕へ力こぼを入れて、ちょっと掴んでみろと言うから、指の先で揉んでみたら、何のことはない、湯屋にある軽石のようなものだ。俺はあまり感心したから、君そのくらいの腕なら、赤シャツの五人や六人は、 一度に張り飛ばされるだろうと聞いたら、無論さと言いながら、曲げた腕を伸ばしたり、縮ましたりすると、力こぶがぐるりぐるりと川の中で回転する、すこぶる愉快だ。山嵐の証明するところによると、肝心寄りを二本寄り合わせて、この力こぶの出るところへ巻きつけて、うんと腕をの曲げると、ぷつりと切れるそうだ。肝心寄りなら、俺にもできそうだと言ったら、できるものか、 できるならやってみろと来た。切れないと外文が悪いから、俺は見合わせた。君どうだ、今夜の送別会に大いに飲んだ後、赤シャツと野田を殴ってやらないかと、面白半分に進めてみたら、山嵐は、そうだなと考えていたが、今夜はまあよそうと言った。なぜと聞くと、今夜は小賀に気の毒だから。それにどうせ殴るくらいなら、あいつらの悪いところを見届けて、現場で殴らなくっちゃ、 こっちちの落ち度になるからと、分別のありそうなことを付け足した。山嵐でも俺よりは考えがあると見える。じゃあ、演説をして、小賀君を大いに褒めてやれ。俺がすると、江戸っ子のペラペラになって重みはなくていけない。そうして、決まったところへ出ると、急に流音が起こって、喉のところへ大きな玉が上がってきて、言葉が出ないから。君に譲るからと言ったら、妙な病気だな。じゃあ、君は、 人の中じゃ口は消えないんだね。困るだろう、と聞くから、何そんなに困りやしないと答えておいた。そうこうするうち時間が来たから、山梨と一緒に会場へ行く。会場は家臣邸といって、ここで第一等の料理屋だそうだが、俺は一度も足を入れたことがない。元の家老とかの屋敷を買い入れて、そのまま会議をしたという話だが、なるほど見かけからしていかめしい構えだ。 過労の屋敷が料理屋になるのは、ジンバウルを縫い直して、道着にするようなものだ。二人が着いた頃には、人数ももう大概そろって、五十畳の広間に二つ三つ人間の塊ができている。五十畳だけに床は素敵に大きい。俺が山城屋で占領した十五畳敷の床とは比較にならない。尺を取ってみたら二軒あった。右の方に、 赤い模様のある瀬戸物の亀を据えて、その中に松の大きな枝が刺してある。松の枝を刺して何にする気か知らないが、何ヶ月経っても散る気遣いがないから、銭はかからなくってよかろう。あの瀬戸物は毒でできるんだと、博物の教師に聞いたら、あれは瀬戸物じゃありません。いまれですと言った。いまれだって瀬戸物じゃないかと言ったら、博物は、えへへへへ,へと笑っていた。 後で聞いてみたら、瀬戸でできる焼き物だから、瀬戸というのだそうだ。俺は江戸っ子だから、陶器のことを瀬戸物というのかと思っていた。床の真ん中に大きな掛物があって、俺の顔くらいな大きさの字が二十八字書いてある。どうも下手なものだ。あんまりまずいから、漢学の先生になぜあんなまずいものをれ々とかけておくんですと尋ねたところ、先生は、 あれは海奥といって、有名な書家の書いたものだと教えてくれた。海奥だか、なんだか、俺は未だに下手だと思っている。やがて、初期の川村が、どうか、お着席を、と言うから、柱があって、寄りかかるのに都合のいいところへ座った。海奥の掛物の前に、狸が羽織墓まで着席すると、左に赤シャツが同じく羽織墓まで陣取った。 右の方は、主人公だというので、裏なり先生。これも日本服で控えている。俺は洋服だから、かしこまるのは窮屈だったから、すぐはあぐらをかいた。隣の体操教師は黒ズボンで、ちゃんとかしこまっている。体操の教師だけに嫌に修行が済んでいる。やがてお膳が出る。得意が並ぶ。漢字が立って、一言、開会の字を述べる。それから、たぬきが立つ。 赤シャツが立つ。ことごとく、送別の字を述べたが、三人とも申し合わせたように、占い君の、う教師で、好人物なことを吹いをして、今回去られるのは、誠に残念である。学校としてのみならず、個人として、大いに惜しむところであるが、ご一心上のご都合で、切に転任をご希望になったのだから、致し方がない、という意味を述べた。こんな嘘をついて、送別会を開いて、 それでちっとも恥ずかしいとも思っていない。ことに赤シャツに至って三人のうちで一番裏なり君を褒めた。この領友を失うのは実に自分にとって大なる不幸であるとまで言った。しかもその言い方がいかにももっともらしくって例の優しい声を一層優しくして述べ立てるのだから、初めて聞いたものは誰でもきっと騙されるに決まってる。 マドンナも大方この手で引っ掛けたんだろう。赤シャツが送別の字を述べ立てている最中、向かい側に座っていた山嵐が、俺の顔を見て、ちょっと稲光をさした。俺は変電として、人差し指で別観光をしてみせた。赤シャツが座に服するのを待ちかねて、山嵐がぬっと立ち上がったから、俺は嬉しかったので、思わず手をパチパチと打った。すると狸をはじめ一同が、 ことごとく俺の方を見たには少々困った。山嵐は何を言うかと思うと、ただいま校長はじめ、ことに教頭は、小賀君の転任を非常に残念がられたが、私は少々反対で、小賀君が一日も早く当地を去られるのを希望しております。延岡は壁園の地で、当地に比べたら物質上の不便はあるだろう。が、聞くところによれば、 風俗のすこぶる純朴なところで、職員生徒ことごとく上代牧直の寄風を帯びているそうである。心にもないお世辞を振りまいたり、美しい顔をして君主を陥れたりする灰から野郎は一人もないと信ずるからして、君のごとき恩領特攻の死は必ずその地方一般の歓迎を受けられるに相違ない。我が輩は大いに古賀君のためにこの天任を祝するのである。 我に望んで、君が延岡に赴任されたら、その地の祝女にして、君子の高級となるべき資格あるものを選んで、一日も早く円満なる家庭を形作って、かの不定無切なるお天場を事実の上に置いて斬しせしめんことを希望します。えへんえへんと、二つばかり大きな咳払いをして、席に着いた。俺は今度も手を叩こうと思ったが、またみんなが、 俺の顔を見ると嫌だからやめにしておいた。山嵐が座ると、今度は浦い先生が立った。先生はご丁寧に、自席から座敷の端の松田まで行って、陰人に一堂に挨拶をした上、今般は維新上の都合で九州へ参ることになりましたについて、諸先生方が小生のために、この盛大なる送別会をお開きくださったのは、誠に感銘の至りに耐えぬ次第で、ことに、 ただいまは校長、教頭、その他諸君の送別の事を頂戴して、大いにありがたく服用するわけであります。私はこれから遠方へ参りますが、何とぞ従前の通りお見捨てなくご愛顧のほどを願います。と、兵つくばって席に戻った。浦成君は、どこまで人がいいんだか、ほとんどそこは知れない。自分がこんなに馬鹿にされている校長や教頭に、うやうやしくお礼を言っている。 それも、ギリいっぺんの挨拶ならだが、あの様子や、あの言葉つきや、あの顔つきから言うと、真から感謝しているらしい。こんな成人に、真面目にお礼を言われたら、気の毒になって、赤面しそうなものだが、狸も赤シャツも、真面目に緊張しているばかりだ。挨拶が済んだら、あちらでも中、こちらでも中という音がする。俺も真似をして、汁を飲んでみたが、まずいもんだ。 口取りに、かまぼこはついてるが、どす黒くて、ちくわのでき損ないである。刺身も並んでるが、厚くって、マグロの切り身を生で食うと同じことだ。それでも、隣近所の連中は、むしゃむしゃうまそうに食っている。大方、江戸前の料理を食ったことはないんだろう。そのうち、かどくりが、頻繁に往来し始めたら、四方が急ににやかになった。野田公は、うやうやしく、校長の前へ出て、 酒好をいただいてる。嫌なやつだ。浦成君は、順々に研修をして、一巡巡るつもりと見える。はなはだご苦労である。浦成君が、俺の前へ来て、一つ頂戴いたしましょうと、袴のひだをただして申し込まれたから、俺も窮屈にズボンのままかしこまって、一杯差し上げた。せっかく参って、すぐお別れになるのは残念ですね。ご出立はいつです。 ぜひ、浜までお見送りをしましょうと言ったら、浦なりは、いえ、御用、王のところ、決してそれには及びませんと答えた。裏なりくんが、何と言ったって、俺は学校を休んで送る気でいる。それから、一時間ほどするうちに、席上はだいぶ乱れてくる。まあ一杯、おや僕が飲めというのに、などと、レ列の回りかねるのも、一人二人できてきた。 少々退屈したから、便所へ行って、昔風な庭を星明かれにつかして眺めていると、山嵐が来た。どうだ、さっきの演説はうまかったろう、とだいぶ得意である。大賛成だが、一箇所を気に入らないと講義を申し込んだら、どこが不賛成だと聞いた。美しい顔をして、人を陥れるような灰から野郎は、延岡におらないから、と君は言ったろう。うん。 ハイから野郎だけでは不足だよ。じゃあ、何と言うんだハイから野郎のペテンシの、イカサマシの、ネコカボリの、ヤシの、モモンガーの、オカッピキの、ワンワン鳴けば犬も同然な奴とでも言うがいい。俺にはそうしたは回らない。君は脳弁だ。第一単語を大変たくさん知ってる。それで演説ができないのは不思議だ。何これは、喧嘩の時に使おうと思って、用心のために取っておく言葉さ。 演説となっちゃ、こうは出ない。そうかな。しかし、ぺらぺら出るぜ。もういっぺんやってみたまえ。何べんでもやるさ。いいか。灰から野郎のペテン師の、いかさましの。と言いかけていると、縁側をドタバタ言わして二人ばかり、よろよろしながら駆け出してきた。りょうくん、そりゃひどい。逃げるなんて。僕がいるうちは決して逃がさない。さあ飲みたまえ。いかさまし。面白い。 イカ様面白い。さあ飲みたまえ。と俺と山梨をぐいぐい引っ張ってゆく。実はこの両人とも便所に来たのだが、酔ってるもんだから便所へ入るのを忘れて、俺らを引っ張るのだろう。酔っ払いは目の当たるところへ用事をこしらえて、前のことはすぐ忘れてしまうんだろう。さあ諸君、いかさましを引っ張ってきた。さあ飲ましてくれたまえ。いかさましをうんというほど酔わしてくれたまえ。君逃えちゃいかん。 と逃げもせぬ俺を壁際へ押し付けた。処方を見回してみると、禅の上に満足な魚の乗っているのは一つもない。自分の分をきれいに食い尽くして、五六軒先へ沿線に出た奴もいる。校長はいつ帰ったか姿が見えない。ところへお座敷はこちら、と芸者が三四人入ってきた。俺も少し驚いたが、壁際へ押し付けられているんだから、じっとしてただ見ていた。 すると今まで床柱へ持たれて、例の琥珀のパイプを自慢そうに加えていた赤シャツが急に立って、座敷を腕にかかった。向こうから入ってきた芸者の一人が、行き違いながら笑って挨拶をした。その一人は一番若くて一番綺麗な奴だ。遠くで聞こえなかったが、おや、こんばんは、ぐらい言ったらしい。赤シャツは知らん顔をして出て行ったぎり、顔を出さなかった。 大方は校長の後を追いかけて帰ったんだろう。芸者が来たら座敷中急によきになって一同が時の声を上げて歓迎したのかと思うくらい想像しそうしてある奴は何個をつかむその声の大きなことまるで居合抜きの稽古のようだこっちでは剣を打ってるよ、はと夢中で両手を振るところはダーク一座の操り人形よりよっぽど上手だ。 向こうの隅では、おいお釈だ、と徳流を振ってみて、酒だ酒だと言い直している。どうもやかましくて、騒々しくてたまらない。そのうちで、手持ちぶさたに、下を向いて考え込んでるのは、占れ君ばかりである。自分のために、送別会を開いてくれたのは、自分の転人を、惜しんでくれるんじゃない。みんなが酒を飲んで遊ぶためだ。自分一人が、手持ちぶさたで苦しむためだ。 こんな送別会なら開いてもらわない方がよっぽどましだ。しばらくしたらめいめいドーマ声を出して何か歌い始めた。俺の前へ来た一人の芸者が、あんた何ぞ歌いなはれ、と三味線を抱えたから、俺は歌わない。貴様歌ってみろと言ったら、金や太鼓で、ねえ、迷子の迷子の三太郎と、どんどこ、どんのちゃんちきりん、叩いて回ってあおれるものならば、私何ぞも、 金や太鼓でどんどこ、どんのちゃんちきりんと叩いて回って会いたい人がある、と二息に歌って、大神戸と言った。大神戸なら、もっと楽なものをやればいいのに。すると、いつの間にかそばへ来て座ったのだが、鈴ちゃん、会いたい人に会ったと思ったら、すぐお帰りで、お気の毒様を見たようでゲスト、相変わらず話しか見たような言葉遣いをする。知るまへんと、芸者はツンと済ました。 野田は、とんじゃくなく、たまたま、愛は愛ながら、と、嫌な声を出して、義太夫の真似をやる。沖縄ハレれや、と、芸者は平手で、野田の膝を叩いたら、野田は、共鬱して笑ってる。この芸者は、赤シャツに挨拶をしたやつだ。芸者に叩かれて笑うなんて、野田もおめでたいものだ。すずちゃん僕が、木の国を踊るから、一つ弾いてちょうだいと言い出した。 野田はこの上まだ驚きでいる。向こうの方で歓楽のおじいさんが歯のない口を歪めて、そりゃ聞こえません、伝兵衛さん。お前と私のその中は、とまでは無事に済ましたが、それから、と芸者に聞いている。じいさんなんて物覚えの悪いものだ。一人が博物を貫いて、近頃こないなのができましたぜ。引いてみまほうか。よう聞いて稲晴れや。かげつ巻き、 白いリボンの灰から頭、乗るは自転車、弾くはバイオリン、繁華の英語でペラペラと、I am glad to see you と歌うと、博物はなるほど面白い、英語入りだねと感心している。山嵐は馬鹿に大きな声を出して、芸者芸者と呼んで、俺が剣舞をやるから、三味線を弾けと号令を下した。芸者はあまり乱暴な声なので、あっけにとらえて返事もしない。 山原氏は、いさいかまわず、ステてキを持ってきて、踏み破る、千山万岳の煙、と真ん中へ出て、一人で隠し芸を演じている。ところへ野田が、すでに、木の国をすまして、カップルをすまして、棚のだるまさんをすまして、丸裸の越中ふんどし一つになって、白帽木を小脇に買い込んで、日清断搬破裂して、と座敷中練り歩き出した。まるで気違いだ。 俺はさっきから苦しそうに袴も脱がず控えている浦成君が気の毒でたまらなかったが、なんぼ自分の送別会だって、越中ふんどしの裸踊りまで、羽織袴で我慢して見ている必要はあるまいと思ったから、そばへ行って、小賀さんもう帰りましょうと待機を進めてみた。すると浦成君は、今日は私の送別会だから、私が先へ帰っては失礼です。どうぞご遠慮なくと動く景色もない。 何構うもんですか。送別会なら、送別会らしくするがいいです。あの様をご覧なさい。吉外会です。さあ行きましょうと、進まないのを無理に進めて、座敷を出かかるところへ、野田が宝器をふりふり進行してきて、いや、ご主人が酒へ帰るとはひどい。日清談判だ。返せないと、宝器を横にして行く手を塞いだ。俺は、さっきから、感謝君は怒っているところだから、 日清談判なら、貴様は、ちゃんちゃんだろうと、いきなりこ骨で、野田の頭をぽかりと食わしてやった。野田は、二三秒の間、毒気を抜かれた体で、ぼんやりしていたが、おやこれはひどい。おぼちになったのは情けない。この吉川を、ご長着とは恐れ入った。よいをもって、日清談判だ。と、わからぬことを並べているところへ、後ろから山嵐が、何か騒動が始まったと見てとって、 剣舞をやめて飛んできたが、この手たらくを見て、いきなり首筋をうんと掴んで引き戻した。日清、痛い、痛い。どうもこれは乱暴だと振りもがくところを横にねじったら、ストンと倒れた。あとはどうなったか知らない。途中で裏なり君に分かれて、家へ帰ったら、十一時過ぎだった。章終わり。この